プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本誠と、レンと、今たまたまここにシナモンが寝ております。よろしくお願いします。シナモン一緒にお送りします。よろしくお願いします。はい、今日はまた素敵な、ね、女性のお客様を、根本真子さんのご紹介してください。はい、今日はですね、栗田美美さんに来ていただいています。栗田さんの方から少し自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして、こんにちは。はい、福岡県で3人の子育てをしております、アイデアアイランド代表、赤ちゃんカレンダーの栗田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイデアアイランド、なんか可愛らしいお名前、ね。はい、アイデアを何かされるイメージですね。まあ確かにそうですね、赤ちゃんカレンダーですね。はい、はい、正式には私の赤ちゃん制作リ生活リズムカレンダーっていう育児日記を制作しております。うん、すごいです。ちなみにいつ一番最初にそれを開発というか、まずその作ろうと思ったきっかけと、いつ一番最初に作ったかを聞かせてください。一人目の子育ての時に、はい、やっぱりどうしていいかとかが分からなくて、なぜ泣いているのかとか、自分も乳腺になったりとかして、なんかすごく子育てが楽しめなかった思い出があって、それで2人目の時に子育てしていて、やっぱりなんか赤ちゃんの生活リズムとかが分かって、何を要求しているのかが分かるようなグッズがあったらいいのになって言って思いついたのが今の育児日記なんですけど、その当時書店なんかで探したんですけど、自分のつけやすい理想とする育児日記がなかったので、ないなら作ってしまえと思って作り始めたのがきっかけです。そこがすごいですよね、ないなら自分で作ろうっていうのが、ありがとうございます。はい、自分で作ってしまうなんてね。はい、何年、どれぐらい、何年から始めたんですかそれ。1人目の子育てが終わって、そうですね、2人目が2003年に誕生したので、そこから作り始めました。で、第1版ができたのが2005年の秋になります。はい、17年前ですね。そうですね。はい、で第1版ということは今何版まであるんですか。現在は3版まで、おかげさまで。はい、うん。で、根本真子とのつながりはどういうつながりなんでしょう。まあ、第1版が全部完売しまして、はい、第2版を制作するにあたってイラストレーターさんを探していたんですよね。私ちょっと絵は描けないので、はい、そしてたまたま美容室に行ったところで、そのスタッフの方に私イラストレーターさん探してるんだけど、どなたか知りませんかってお声掛けしたら、ちょうど真子さん の、心のビタミンハートットっていう可愛らしい本を見せていただいたのがご縁で、それで連絡させていただきました。ということは2版と3版で根本真子の方でイラストを描かれたということですね。はい、そうですね。2版でも真子さんのイラストがすごく好評だったので、やっぱり子育てしていて癒されるようなイラストだったので、3番もぜひ真子さんにお願いしたいと思ってお願いしました。そうなんですね。今手元にあります。あ、はい、あります。ちょっとラジオだけ聞かれてる方はわからないんですけど、見せていきますか。こちらが2版でしたイラストなんですけど、はい、そしてこちらが第3版のイラスト。確かにイラストの量が、はい、ガラッと私の赤ちゃん生活リズムカレンダー、なんか何ページあるんですか。結構分厚く感じますけど。そうなんですよね、全部で62ページになってます。62ページすごいですね。はい、
1年間書けるようにはなってるんですけれども、はい、その後ろの方にもあの子育ての病気のことだったり離乳食のことだったり成長のグラフだったり、うん、いろんな私が子育てしていて皆さんにお伝えしてきたらなっていうことだったりをいろいろ盛り込んで、うん、満載に、はい、育て情報満載に盛り込んでますので、うん、全部で62ページになってます。あ、なるほど。あの今スマホでアプリもなんか多いっていうふうに伺ってるんですけど、今の話を伺うとなんか皆さんのお声をいただいてそれを収集しながらなんか痒いところに手が届くような赤ちゃんカレンダーに、ね、うん、そうですね、あの実際に使っていただいたお母さん方 の、 あの感想とかも取り入れながら、うんうんうん、まあ、どんどんパワーアップしてもうさらに使いやすいように、はい、改良しました。でなんか聞いたところによるとあれですか、あのその お役所さんでも何か取り入れてらっしゃるんですよね。はい、あの町役場、あの私が住んでいるところの町役場でも出生届を出していただいた方に、うん、まあ、何点か選べるようになってるんですけど、その中の一つに赤ちゃんカレンダーが選べるようになってます。すごい、はい、それすごいね、いいですね、ありがとうございます、ありがたいことです。赤ちゃん生まれました、出生届出したときに、はい、どれか差し上げますよって言われて、そのあのご夫婦の方が赤ちゃんカレンダー欲しいですって言われたら、もうそれを多分あの書くんでしょうねみたいな。そうですね、はい、なんか嬉しいですね、それってなんか、はい、嬉しいです、ありがたいことです、本当ねえ、はい、根本真子さんは何かそれをあのイラストの書いてくださいっていうのを受けた時の何かエピソードとか覚えてますか？ね、やっぱりその私のイラストを見て、ね、イラストを見てその、ね、あの連絡をいただいて、うん、でそれでその実際にあの栗田さんとお会いして、ちょうどですね、うんうん、私の、娘が2歳ぐらいの時で、うん、で栗田さんのね一番下のお子さんが1歳ぐらいうんね、はい、お互いにね、子供を抱っこしながらちょっとね打ち合わせをしたりとか。そうですね、はい、なるほど、そうそうそう、はい、懐かしい。この赤ちゃんカレンダーも本当本当ね素敵なんですよ、これ。わかる、うん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 、で実際ね、私も、ま、当時そのもうお会いした時がすでにもう2歳になってたので、あ、うんうん、ま、自分がね、自分の子供が、ね、あの生まれたばかりだったら絶対これ使ってたのになって思って、もうすごい、ね、買いやすいんですよね。書き込むんですね、いろいろと。書き込むんですよね、ね、はい、身長体重とか、はい、なんか風邪ひいたとか、ね、うん、なんか人生の気力にもなりますね、あの、うん、そうですね、あの1年間使い、うん、終わった後にはもう世界に一つだけのお母さんとお子さんの共通の思い出のツールとして宝物として見返すこともできますので。いや素晴らしいな、はい、この赤ちゃんカレンダーってお父さん、まあ、パパもなんか使う方多いでしょうね。あ、はい、そうです、パパさんからも、うん、あの感想いただいたりだとか、あの、リピートで買っていただいたりだとか、はい、うん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 、実際に旦那さんにあのこんな風に子育てって大変なんだよって広げて、あの仕事から帰ってくる旦那さんに見せてますとかいう方もいらっしゃったりだとか、はい、旦那と一緒に使ってますとかいう方もいらっしゃったりだとか、はい、ということはなんか例えばあの、まあ、風邪とか何かひいたりして病院に行くときもこういうふうな感じなんですよっていうのをそういう時にも使いますもんね。そうですね、病院に持って行ってで先生にその育児日記を見せるとすぐに、うん、あ、こういうことだって、うん、あの一度ですね、うん、離乳食で桃アレルギーっていうことが分かりましたって言って記録しててよかったってすごく喜ばれたことがあります。いや、あ、なるほど、やっぱり記録していないと見えてこないものってたくさんあるので、うんうんうん、反対に記録してるからこそ子どものことがいろいろ見えてくるっていうのがあるので、やっぱり大事ですよね。あの日々忙しくてですね、あの書くの忘れてるっていうのもあるんでしょうけど、やっぱり記録してると助かることだとか分かることがたくさん
はい、気づけます。なんか母親、父親のお子様に対する、まあ、愛情日記みたいなもんですね。うん、そうですね。ね、すごいですね。買おうかな、僕も。自分のために。出産プレゼントでもいいですよ。ザッピングしますので。はい、はい、あの、今まで栗田さんは何かそのラジオとかテレビとかなんかあるんですってね。それで出たことは。はい、あの、子育て中に不便なことがあると、あの、ちょっとやっぱり時間ももったいないので、なん、うん、どうにかならないかなって思って、あの、子育てのグッズを作るのが好きでして、うん、あの、そのグッズができた段階で NHK さんの「すくすく子育て」っていう番組があるんですけど、そこのアイデア大賞っていうコーナーにエントリーさせていただいて、最終審査まで残って。たりとか、あとは子育てアイデアの達人っていう方で、あの、形で紹介していただいたりとか、うん、4回ほど、あの、 NHK さんの方出させていただきました、ね。あれ、ひょっとしてその NHK さんって、あの、全国に流れる、あの、東京の方ですか？はい、東京の方。すごい、すごいですよ、ね。ありがとうございます、うん、はい。え、東京の本社というか、そこに、あの、ご自分で応募されて行って出たんですね。そうですね、まずはネットでエントリーして、それがどんどん、あの、残っていって、最終審査、まあ、340件中の最後まで4番ぐらいまで残ったりとかしたり、はい。じゃあその時は福岡から東京まで、あの、飛行機で行って、その収録とか されたんですか？あ、はい、招待していただいて、はい、行かせてもらいました。緊張しませんでした？緊張しました。はい。でも楽しかったです。子供との思い出ができたので。あ、そうですよね。はい、ありがとうございます。そうですね。はい。ご家族皆さん喜んでますよ。はい、そうですね。素敵な思い出できました。うん、おかげさまで。その困ってるものを、ものがないから自分で作っちゃおうっていうのがものすごく、まあ、すごいなと思っていて、本当それってクリエイターですよね。うん、うん、まだ、ね、まあ、今でこそたくさんいろんなグッズができてるんですけど、あの、出てるように出てると思うんですけど、その当時は、まあ、一番上の子がもう22歳になるんですけど、うん、もうちょっとでですね、まだまだその20年前ってそんなにたくさんこんなに出てなくって、うん、はい、なので自分で作って、はい、ね、そうですね、なんとか育児を楽しもうと思って、子育ても、あの、貴重な時間なので、子どもとの時間も、うん、はい、うん、楽しめたらいいなと思って、うん、はい、不便なことは繰り返さないようにと思いまして、第1版2版3版大体、あの、全部60ページぐらいなんですか？あ、そうです、大体それぐらいで、はい、60ページの量を考えて作るって相当時間かかりませんでした？そうですね、あの、まあ、1年間の記録の部分で、うん、もうすでに、あの、記入する分ですね、赤ちゃんの生活リズムだとか、うん、あの、1日のこうあったよっていうような、こう一行日記じゃないけど、そういった感じだけでも50ページになるので、うん、あと残り12ページでいろいろ赤ちゃんの成長だとかを、あの、一覧で全て見れるように、うんうんうん、はい、パッて広げて、あの、2人目3人目のお子さんの参考にもなるように、うん、あの、一覧で全てまとめて記録できるような形で、はい、内容盛りだくさんで作らせていただきました、うん、すごいですね、うん、ってことは2つ子ちゃん3つ子ちゃんの時は2冊3冊もあ、そうですね、やっぱり2人いるとどっちにおむつ替えたかとかおっぱいやったかとかわからなくなるっていう声があって、ね、あの、双子なので2冊買いましたっていうお母さんもいらっしゃいますし、あの、これ1、あの、1年間使えるようになってるんですけど、うん、まあ、2歳3歳まで使いたいのでっていう方でリピートで3冊買ってくださるお母さんもいらっしゃいますし、うん、はい、はい、すごく宝物になるのでですね、全部記入が終わったら、あの、それってどうやったら買えるんですか？今は、あの、楽天のネットショップで販売してたり、あ、はい、あとメルカリショップさんの方で、うん、はい、販売してます。
あ、なるほど。あ、楽天市場の方で買えるということですね。はい、そうです。あ、なるほど。まあ、ここでこう買えるという、こういうことですね。ありがとうございます。ぜひ。このラジオをね、本当聞いていらっしゃる方、見ていらっしゃる方、ぜひね、まずその楽天さん、メルカリさんご覧になっていただければ、赤ちゃんカレンダーって入れたら見れます？そうですね、赤ちゃんカレン、私の赤ちゃん生活リズムカレンダー、ちょっと長いんですけど、うんうん、そうってかな、はい、出てくるでしょうね。じゃあそれちょっと 見ていただいて、はい、ね、欲しい方はお買い求めいただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。なるほど。それにじゃあ根本真子さんがイラストを描かれて、はい、いただきました。はい、かわいい。もうとても子育て中で癒されるって、イラストがかわいいってたくさんのお声いただいてます。うん、です。もうすごく嬉しいです。はい、楽天さんの方のレビューでもぜひ見ていただけたら、感想ですね、たくさんいただいてるので。あ、そうですね、はい、そちらでも、はい、すごいですね。今はじゃあもうお子様も大きくなられたね。はい、そうです。もう一番上が20歳越しまして、もう一番下も高校生になったので、うん、だいぶ手が離れてしまって、最近は寂しい寂しいって思ってます。あれだけすごいなんかね、忙しかったのに、うん、もうお兄ちゃんも免許取ったりとかしたら自分で、うん、ああ、はい、なるほどですね。みんな免許取っていってるので、はい。うん。いやだけど、はい、いいお話というか、いい商品本当作りましたね。はい、なので本当に子育てはあっという間なので、皆さんに本当ちっちゃい頃の貴重な子育てを楽しんでほしくて、この育児日記を制作したので。ぜひ使っていただいて、使った後はそのお子さんの成人迎える時だったり、出産、そのお子さんがされる時だったり、結婚される時の節目でですね、一緒に見返して、思い出話をしていただいたり、はい、やっぱりなかなかデジタルだと今スマホとかでもアプリが出てるんですけど、まあ、なかなかそういったのもいいんですけど、アナログでですね、その時のこう、うん、お母さんの眠そうな字だったり、うん、コーヒーのシミがついてたりとか、はい、そういったのを見返しながらこう心が温まるというかですね、いいですね。アナログの良さがあると思うので、はい、さっきのあのサイズは A4 ぐらいなんですか、閉じた時は。はい、A4 サイズ、閉じたら A4 サイズなんですけど、うん、開いたら A3 サイズになってます。なりますね、うん、はい、そのまま机の上に置いていただけると、そのおばあちゃんだったりお父さんだったりお子さんの様子がこう一日その本から見れるっていう。スマホだったらこう貸して、ね、パスワード入れてとかなるけど、そうですよね、はい、うん、これだったらやっぱり本だったら保育園行く時にお父さんに預けるとか、おばあちゃんに今日預ける時はおばあちゃんに預けるとかして書いていただいてたら、うんうん、記入していただいてたら みんながこう共有して見れるので、うん、すごくやっぱりアナログ本がいいと思います、うん、手に残るというのがいいですよね、この手の感触でね、それをしっかりと見る。そうですね、はい、いろんな使い方ができます。素晴らしい方でしたね、本当今日はね、本当ありがたい、ね、素晴らしいお話を伺いました。なんかその栗田さんは他に何ですか、もともとそういう何かもう何か自分でないものは作っちゃうみたいな、そういう性格だったんですか、昔から。そうですね、やっぱり私の祖父が同じ誕生日なんですけど、うん、昔から発明っていうか ものを作るのがすごい好きで、特許取ったりとか、そうなんですか、ね、はい、やっぱそういったので新聞に載ったりだとか、戦時中なんですけど、はい、花石与吉防毒マスクって言って、戦時中の防毒マスクを作って三井炭鉱に納入したりとかなんかしてたみたいです。いや、それまたすごいで、本当おばあ様の血がこう流れてね、栗田さんも作られたんですね。何かあるのかな、ね、おじいちゃんが自慢してた時はそんなに私も若かったんでこう
また話してるぐらい思ってたんですけど、うんうんうん、結局なんか自分がそうやって子供を出産してからそういったことをしだしたので、うん、はい、ちょっと驚いてます、ね、自分は、はい、あのちなみにその今3名お子様いらっしゃるとおっしゃいましたよね、はい、あのやっぱり3名の中でそういうのがなんか近い方はいるんですか、なんか作ろうかなとかそういうか。そうですね、まだまだあのみんな、ね、10代とかなんで、そういったのには、うん、なかなか、ね、やっぱりこう自分が困った時に初めてそういうのって、あ、そうですよね、困った時にどう、はい、なんかないかなってなりますもんね。そうですね、そこにね、例えば、ね、就職したりとかしたらそういうのあるのかもしれないけど、子育てしたりとかですね、うん、そうですよね、うん、だけどなんかやっぱりいるかもしれないですね、うん、そうですね、はい、楽しみですね、なんか子育てというか、うん、ね、いいところに着眼点行きましたね、本当ありがとうございます、ね、素晴らしい、不便なことね、うん、はい、たくさんあるのでですね、子育てしてたら、うん、不便なことの方が多い、うんうん、ですもんね、うん、なるほど、それでそのままスルーして何度も繰り返して、あ、子育て楽しくなかったって思うよりも、なんか改善して時間を有効に使って、うん、あ、子育て楽しかったなって思えるようになったらいいなって思って、うん、楽しまなきゃもったいないなっていうので、私も2人目の子育てで気がついて、本当1人目の子育て大変しか思い出がなくって、やっぱり今少子化なので、あのそういった貴重なあの子育てをですね、ぜひぜひ皆さんにも楽しんでほしくて、はい、いや、素晴らしいお話を聞きました。で、根本真子さんの絵があって、それを一緒にパッケージ化して販売してる、うん、あ、ちなみに価格ってどれぐらいなんですか？1500円になってます。安いですね。送料、はい、送料も税込みも、はい。あ、送料込み、まあ、税込み、送料込み。はい、素晴らしい。ありがとうございます。はい、もう皆さんに使って喜んでいただけるのが一番なので、うん、はい、安い価格でさせていただきます。そうですね、はい、ちょっと僕も誰かいないかな、赤ちゃんから連絡した、ね、みたいな、はい、出産する方とかいらっしゃいましたらよろしくお願いします、ね、ぜひぜひラッピングも見せてくださるんですよね、はい、うん、ラッピングも可愛く、はい、させていただきます、無料です、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあまこさんも楽しかったですね、はい、これ楽しかったです今日は、すいません、ね、本当今日はね、あの素晴らしい商品を作っていただいた栗田さん、本当良かったですね、ね、良かったですね、はい、本当あの私も栗田さんにお会いしてね、あの、まあ、地元にいる時だったんですけど、あの栗田さんにお会いして、あのこんなね素敵なね赤ちゃん生活リズムカレンダーを一緒にあの作ることができて、もう本当にあの嬉しくてありがたい気持ちでいっぱいです。でこのね、あの赤ちゃんカレンダー あの中に、栗田さんの一言、温かいね一言 あのメッセージがあの私のイラストと一緒に書かれているので、あの、ね、そこも皆さんあの楽しみながら、ぜひこの赤ちゃん生活リズムカレンダーを手に取っていただきたいなと思っています。今日は本当にね、あのリモートならではの、はい、本当にね福岡からね、もう本当に私も懐かしくて、はい、嬉しかったです。私も、ね、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当ありがとうございました。楽しかったです。はい、はい、また会いましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に
光ひとつ歩いて行こうよ、手をつなぎ流れ星に誓うよ、明日を信じどんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて二人で聞く雨音雫ひとつ歩いて行こうよ、手をつなぎ虹の空に誓うよ、夢を抱きどんな時も